いいよ。今回は皆様に大切なお知らせがございます。もみの木ひかるから皆様にお伝えいたします。この度皆様にお伝えしたいことがございまして、少しお時間をいただきました。私もみの木ひかるはこの度結婚しました。もみちゃんおめでとう。ねえねえねえ、ネイル取れてるじゃん。はーい、もみちゃんおめでとう。ありがとう。いや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 、はいはいはい、ほらほらほら、はい、ほらね、ほら、うん、あれ1年前かしらね、2年前かしらね、去年、はいはい、去年のお正月かしらね、はい、なんかさ、私が正月にやさぐれてさやさぐれてた、やさぐれて、なんかあの当時お付き合いしていた方からね、はいはいはい、はい、あのもう音信不通やねみたいなね、私の正月こんなんやってみたいなことをなんか手のひらさんに愚痴りながら、ね、皆さんにも愚痴りながらっていう動画とか上げたことがあったじゃない。ね、でなんか視聴者さんでなんかいい人いたらとかさそう、もみちゃん大丈夫とか皆さんに言われてたもんね。すっごい皆さんから励ましていただいてたので、もうこれはご報告せねばと思いましてねそうですよね、結婚できたんですよ。結婚できた、できました。あのちょうどこの2023年8月28日に入籍しまして、やずやの日に、やずややずやの日に今沖縄、沖縄行ってたのはね、それでなんですけど、そうよね、うん、フォトウェディング、そうフォトウェディング、写真だけ撮りに、うん、沖縄好きすぎるのでどうしても沖縄で写真撮りたくて、うわねえ行ってきたんですよ、ね、あのまあまあ、うん、あの、うん、ね、詳しい、はい、詳しいお話なんかは、うんうん、またもみの木チャンネルの方で詳しくはねお話しさせていただこうかと思うんですけど、まあ、ここではちょっとざっくりとしたご報告だけさせていただこうと思うんですけれどもね、はいはいはい、いやなんか変な感じね変な感じじゃないよ、変な感じ、なんか私自身ね、もみちゃん結婚すると思わへんかった、私も思わへんかった本当よ、結構もうポントントン拍子よね、早かったのよ、いい人と出会って、いやどうですかねとか言うと怒られるよねあでも楽しく、楽しくやっておりますので、ね、うん、またそのうち皆様にね、あのお目にかかる機会もあるかもしれないんですけど、そうですよね、うん、その時は、そう結婚してどうよ、あまあちょっとね、言うても手のひらさんとはそんなに家はね、はい、遠くはなってないんですよ、そう近かったね、そうなの、意外とこの、ま、手のひらさん県内県内の人だったので、そうよめっちゃ近いね、 それが一番私的にはね助かったというか、そうね、だってさこれでさすんごい離れたところとか地方とかさ、地方とかやったら行っちゃったらできないよね、まやあれよ、また遠隔でさ、うん、ずっとやらないとダメとかいうさ悲しいことが起こるじゃない、ありがとう本当に、こちらこそありがとうよ、近くにいてくれて、ね、本当ね、それが一番なんか私の中では良かったなって本当ね思ってて、続けられるね、本当本当、だからね、まあそんな感じですかねなんかね、でも変わってないね、実感ないかなっていう感じで、まあ相変わらず好き勝手やってるので、そうですよね、まあまあちょっと通勤時間ができたかなぐらいで、通勤時間がね、でもさ応援しててくれるからさ、そうね、お相手の方もね、そう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 、なんか、まあ、私が好き勝手やっても、まあまあ文句言うかな、まあでもまあまあ、あの、まあまあね、応援はねしてくれるので、何も、あのやめろとかそういうことは言わないので、そうですよね、そういう人選ばないもんね、そうしたら、私縛りつけたら私はもうそこからすぐに飛び立とうとするからそうね、鳥かごに入れられたらもうすぐにババ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 って暴れ出すよ、確かに気狂ったように頭ぶちつけ出すからね、こうそれにわわわわわわわって出せ出せ出せな、私から自由を奪う人はちょっと絶対無理だったので、そうですよね、そういう意味ではすごい
助かってますね。まあね、そういう、うん、すいませんちょっとなんかね、あの真面目なやつやってみたくてね、うん、やってみたかったの、皆様にご報告がございますみたいなね。そう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 、すいませんね、あのまた茶番に付き合わせてね、いつもいつも。まあそんな感じですけれども、ね、はい、まあ、これからも変わらずね、うん、変わらずね、あのこちらの YouTube 頑張っていきますので、今後とも変わらず、はい、応援していただけると嬉しいです。はい、ね、はい、で、あとは、うん、もうあれもみのぎチャンネルで詳しく。あ、そうですね。これから後は興味がある人だけ、うん、あの見に来ていただければもうそれで十分でございますので、はい、はい、よろしくお願いいたします。はい、それでは、はい、手のひら優雅ともみのぎひかるでございましたよ。まみちゃんおめでとうございました。ありがとう。